Everyday moments are the important moments that connect us. 気運名古屋。皆さんこんばんは。4月16日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから気運名古屋お送りいたします。今日ね、王子ね、ちょっとニンニクのきついね料理をね食べましたね。宮殿の中のね羊からねソース感を食らってね、今日ねお二人大丈夫かなと思うぐらい、そんな感じでお送りしたいと思います。滑り王子マスマンでございます。はい、今日なんだかスタジオの空気清浄機がよく回ってるなって思ってて、あれ私なんか臭かったかなと思ったけど、もしかしたら王子だったのかなと思った。味噌煮込みスキーと先週末、先週ですね、はい、金曜日、はい、東京の方行ってまいりまして、はい、グイクリコンビニラジオの出演させていただいたんですね、はい、はい、で、私思ったんですけども、はい、東京って意外と緑があるんだなというふうに思ったダンサーズでございます、はい、そうなんですよね、結構緑多いなと思って、あと桜も思ったより楽しめましたよ、まだこちらよりかちょっと遅いんですかね、桜一緒ぐらい。東京の方がちょっと早く咲き始めたんですけれど、でも桜結構まだまだね種類もいろいろありますから、今ね八重桜が満開ということで、いろいろ楽しめますよ。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは視力。今夜のテーマは視力です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今夜の電話ゲストコーナーはおやつと軽食の店夢屋さんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー名古屋動画についてお話しします。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞のシュリマンジュ那覇シュリ中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、タイ古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、はい、はい、ですあとはですね、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、はい、そうですね、全部読んだかな、はい、はい、本日よりグランレーナーさんがプレミアムスポンサーさんになっていただきました。ありがとうございます。
あのね、ちょっとですね、はい、スポーサンさんのね、あの、はい、皆様本当に多くなりましたので並び順がちょっとね、はい、あの変わってましたんで、はい、あの王子の頭の中の、ね、スポンサー再紹介とちょっと変わってましたんで、あのちょっと戸惑うところがありまして申し訳ありませんでした。あ、そこそこどうしたのかなと思ってたら、うん、いつもこうなんていうんですかね、順番があったんですけど、うん、その順番がちょっと違ったからあれって思ったんで、ね、そう、あのちゃんと全部読めてたのかなっていうね、うんうんうん、自分の頭の中の順番とね、あのちょっとあの狂いが生じました。あ、はい、大丈夫でしたよ。はい、はいはい、ということで、こちらの提供でお送りいたします。ジャンレーナさんがプレミアムスポンサーとなっていただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上の、うん、提供でダンサーズスタジオからお送りします。はい、キユナ名古屋。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071052-653-0071までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室。プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キユナ名古屋。メールをご紹介する前にですね、はい、FMJG 新一さんからですね、はい、王子調子悪そうですけど大丈夫ですかということですけども、あの体調はよろしいんですけども、あのあまりにもね多分ニンニク臭いと思ってあの両サイドの方々にね、あの迷惑かけないようにちょっとマスクしましたけども、まあ、あの一応匂わないと言われましたんでマスク外しましたけどもいや本当にね、ね、まあ、宮殿の中でね顔を合わすたびにくせっって言われましたんで、うん、普段から匂うからあんまり気にしてなかったです。普段からです。あれ普段から？こういうもんかな。こういうもんかな。まあ毎日毎日朝から晩までね、ね、ガーリックかじってるわけじゃございませんけどね。おだまり。ちょっとね、あの気を使いました。はい、メールご紹介します。はい、はい、お願いします。あら、こちらはですね、ラジオネーム王子の不安より、あら不安があるの？まあ、多分不安じゃないの？あ、そういうことか。ね、あの不安って漢字で書いてありますんで、なんか王子に、おお、今結構な雷が鳴りましたね。うん、あの、うん、ちょっとね今ね、あの、うん、雨雲が、はい、すごい雷でした、ね。はい、うん、そうなんですよ。ドーンいましたね、うん、今。はい、はい、そう、あ、こちらはですね、はい、美奈子さんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、みそさん、ダンサーさん。王子こんばんは。私は子供の頃から視力が悪く、学校で黒板の文字が全く見えなかったため、
席替えは自動的に一番前の真ん中、中学2年の時にメガネデビュー、世界が変わりましたが、夏バスから降りると車内と外の気温差があり曇ってしまい歩きづらかった。ああ曇りますもんね、ラーメンもレンズが曇り食べにくいし。あそうだ ね、 ねえ。そして40代、白内障で両目の手術を受けたら眼鏡なしで車の運転ができるようになりました。うん、これはあの視力もやっぱり良くなるってことなんですね。白内障の手術そうみたいですね、うん、ああそうです、うん、そうです、あの近視も良くなる、うんうんうん、これはあれ老眼も OK なのかな。ねそれはまた別のこオプションですね。あこれオプションなの。あのね実を言うとオプションでできるらしいですよ。ああそうなんですか。そっちもやれるらしいんですよ。ああそうですか、うん、で近視もやれるけど、うんうん、近視はね完全にはならないんですよ。はい、ちょっと良くなるんですよ。あちょっと良くなる、うんうん、はいわ、はい、かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ですね、うんうん、あのまあいろいろコメントいただいておりますけれども、イミグレさんからこんばんは、王子の両サイドにノンスメル山積みとお聞きしまして、ノンスメル、ノンスメル、あノンスメルってそういう何脱臭剤のことね。脱臭剤、あのね、うん、こうニンニクってさこう体臭からも多分出ますよね。あ、はいはい、そう時間差で、ねはいはい、出てきます ね、 ね、 ますね。あそしたらノンスメル最高かもしれないねはい、はい、あのそうそう、沖縄だしさん、うん、あら沖縄の次は名古屋が雷なのですねって。そうなんですよ、あのちょっと先ほどからですね雨雲レーダーをちょっと実は3分前から見てたんですけど、この番組中ちょうどなんかね雷予報になってましてね、はい、あら、うん、ちょっとね放送が途切れないといいなと思っております。うん、そうですね。はい、じゃあ続いてですね、はいはい、メールご紹介します、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ダンサーさん、磯さん、王子こんばん名古屋、名古屋、沖縄大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週のウィークリーコンビニラジオお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。王子の両サイドにお二人がいなかったのもあってか見事なフリースタイルの滑り具合を見せてもらいましたあのね王子滑るようなそういうトークはしないですよ。やっぱりね番組がですね安さんの番組でございますので、うんうん、まあどうでしょうね、ちょこちょこね、いつ頃からか王子の番組にすり替えてやろうかなと思ってましたけども、おだまり、ね、なかなか上手くそこにねシフトチェンジするのが難しかったですね本当に。いやでもまあ良、うん、かったですよ。あのリモートもまあまあ相変わらずの滑り具合だったんですけども、うんうん、滑ってる相変わらずだなと思ってた。あのね、あの時の本当にねこうヤスさんのね、うん、ずっと顔がねよく見える位置にね、うん、私ねこう、まあ、スマホをねセッティングしてたんですけども、うん、ずっと見てましたもんね。この FM ギノワン結構ズームを使って、うん、お話しされてる方ね、パーソナリティでお話しされてる方いらっしゃるんですけど、まず初めて見ましたよ、ミュートを使ったっていう。そうです、ね、そうなんですよよくそのウェブ会議でミュートを使うのはあるんですけど、このパーソナリティとゲストさんがいてゲストをミュートかけたっていうのも私見たことないです、ね、あんまりないですよね。聞いたこともないです、うん、ねえびっくりしました。多分 FM ギノワン初だと思いますびっくりした。ゲスト出演させておいて、はい、ミュートってすごいですよね、はい、初めてだと思います、ね、はい、じゃあ続きいきますよ、はい、聞き逃した方はアーカイブをということでございます、はい、そしてテーマ気力ではなく知力でもなく視力、そうだよ視力だよ、僕も健康診断で視力検査を受けましたが、右目 1.2 の左目 0.8、なんてことが多いです。視力検査は週に1回でやりますね。レバーを操作して機械の声で方向は方向はと何回も聞かれたりするのもあるみたいですね。ちなみに僕はメガネとコンタクトはしておらず裸眼ですということでございます。じゃあ視力でもまあ
ね、あの 0.8 の 1.2 だったら、まあ、裸眼で結構ですね、車も乗れますからね、乗れますね、うん、はい、ということで、はい、では、はい、あの CM の後は、はい、夢屋さんが登場です。はい、はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キユナ小屋。電話ゲストコーナーです。本日は那覇市長田にございます、おやつと軽食の夢、あ、おやつと軽食の店夢屋さんです。こんばんは。こんばんは。すいません、噛んじゃいました、申し訳ございません。いえいえ、おやつと軽食の店夢屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。大変ご無沙汰しておりますですね。お久しぶりです。お久しぶりです。前回私、あの、まあ、個人的にお会いしたのが去年の11月。え、11、もうそう、あ、そうですね、はい、え、やだ、恐ろしい。11月にお会いして本当にご無沙汰しております。え、はい、そうか、もう4月ですもんね、やがて5月ですもんね。そうですよね。はい、そっか、季節は暖かくなりました。お久しぶりでございます。改めてですね、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、あのですね、那覇市長田、沖縄大学の近くにあるおやつと軽食の店夢屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。いや、夢屋さん、私、ラジオあちらの公安の方最近よく聞くんですけど、ええ、実を言いますと、私黙って聞いてます。やだ、恐ろしい。はい、しれっと聞いてますので。さすがです。そうなんですよ。もう本当に あちらの公安の方ではもう大活躍されてますね。いえ、私最近リアル出社の時にお花送ったかなぐらいですよ。もうあれがすごく、もういろんなところに上がってましたよ、うん、ああね、よかったです、嬉しいです。しかも帰り、ごえく先生が持って帰ってくれたので、はい、あ、本命に持って帰ってもらった。本命だったんだ。いいですね。もう隠れファン。あ、私もごえく先生、なんだろう、3回か4回お会いしたことありますけども、お、あの部屋を触らせてもらったこともありますよ。わあ、ええ、すごいいいな、羨ましいです。ええ、なんだろう、ちょっとケミカルな感じがすごく良かったです。
ケミカルな感じ。ケミカル、ケミカルって地毛じゃないっていう。そうだ、あのケミカル感が良かったなと思いましたけど。そういうことだ。あ、今度触らせてもらいます。あの心よく受けてくれますよ。あ、そうなんですね。私まだ1回しかお会いしたことなくて、はい、なんか会うと。会いたい気持ちと、はい、会わないでそのまま押してった方がいいんじゃないかっていう、はい、気持ちが混ざり合ってて、まだ1回しか会ってなくて、ええ、金城さんには何回か会ってるんですけど、あ、はい、言ったらダメか、言ったらダメか、ね、はい、金城さんという方ですね。先生の方にはまだ1回しか、はい、ええ、結構ですね、ご育先生突然のフリー弱くてですね、そうなんですよ。だから、多分それと王子が、はい、似たところがあって、私も王子が好きなんだなっていうありますね。いや、あの時に私、なんで名古屋全然来てくれないじゃないですか、来てくださいよって言ったら、なんかすごく困ってましたよ突然そんなこと言うから、ええ、私五役先生に会いに行ったんですけど、先生も名古屋来てくださいよ、いっぱいいいとこ紹介しますからって言ったんですけど、おおおってなってましたから、おおって、あ、いいそう、ええ、なってましたのでうん、まあ五役先生もいいキャラだなと思いましたよね。ああいうところがね、はい、いいんですよね、ええ、で私もですね、1回だけリアル出社したことあるんですよ。あ、そうなんですか。はい、で言われたのがですね、まあ、いろんなリスナーさんいたんですけど、はい、なんでこっちに来たんですかって言われました。社員登録もしてましたよね。してますよ。私ですよね、社員番号9702なんですよ。あ、ですよね、ええ、あ、ですよねって番号知らないけど9702なんですけど、いろんなリスナーさんから、なんでこっち来たんですかって、いや来ちゃダメなのっていうふうに言ったことありましたけど、一緒に行きたかったな。これ誰か、もうコロナ前の時でしたので、あ、で私ピンで行って日帰りでした。あ、素晴らしい、はい、すごい、日帰りで行きました。へえ、うん、見習います、素晴らしいですまあ、まあ、今は亡きあのホテルですね、あのカリシアーバンだったんですよ。ああ、はい、ああ、そうなんですね、はい、そちらに行ってまいりました。ああ、羨ましい。そう、行きたいなと思いながら、でも人数いっぱいいると懐かれちゃうんだよなと思って。まあそれはありますねそう、なんか、ええ、うーんって悩んで、うーんってやめました。ああそうですか。いや、もう私は臨海に行ってるので、もうその規模というのは、まあ、臨海はすごいんですね。そうなんですよね、臨海も私参加したいと思って、でも人数見て、うーんってなって、 あちらが確か350ですよね、確か。そうですね、うん、はい、人酔いしちゃうと思って、人酔いするとまたね楽しめないじゃないですか。ちょっとね、350は確かにキュンキュンだなという感じしますよ。はい、なので、はい、あ、ということですね。リアル出社はしたことないものが隣にいますので、はい、あのですね、ちょっとね、リアル出社の意味がわからないってカープボーイさんからちょっとお問い合わせが来ております。ああ、はい、そうかそうかそうか、うん、じゃあどうしましょう、夢さんの方からちょっとお話ししていただいていいですか。私ですか。あ、はい、某ラジオ局のクガニタイムって言えば伝わるかないいのかな。いいじゃないですか、もうズバリでいいですよ、ズバリで大丈夫です、はい、そこはゴールデンアワーの FM 沖縄のですね、はい、そうですね、はい、FM 沖縄のゴールデンアワーのリアル出社っていうのはなんて表現したらいいんですかね。会社に例えてる番組ですので、リスナーのことを社員って言ってますので、そうですね、入社式みたいな感じで、はい、まあ、簡単に言うと、簡単に言うと飲み会です。新年会ですかね。簡単に言うと飲み会です。あ、そうですね。そうですね。はい、親睦会。そうですね。会社の親睦会がありまして。はい。その飲み会に集まった社員という名の、主覧たちです。そうですね。はい。はい。という会が年1回、あれは4月ぐらいですね。4月の頭ぐらいにあるんですけど。はい。はい。それに、お邪魔したという、ことになります。お、はい、そうですね、ヤンポーさんも社員番号ありますよって来てますね。結構皆さん
ね、あの沖縄大好きさん、大好きさんもね、あの社員番号あるみたいですし。あ、本当だ。はい。あ、すごい。あ、はい、やっぱ皆さんラジオ好きなんですね。はい。いや、皆さんラジオ変態ですので、ね、はい、曲の垣根を越えて、はい、はい、という風でですね、はい、リアル出社はしたことないけど臨海に行ったことがあるものに変わりますどんな紹介ですかね。はい、あのご無沙汰しております、弓矢さん。お味噌さんの T シャツが今日は気になって、気になって、あ、ツイキャスでご覧の方は分かるかと思いますけれども、そうですね、かわいい、はい、バックですけれども、まあ、とあるおち、あの神戸の推しアーティストさんの T シャツです。おお、はい、お久しぶりです。ご無沙汰しております。時々ですね、まあ、SNS でお店のこう並んでるね、パンですとかケーキとか並んでるところをねよく拝見して、いつもなんか、あ、食べたいなって思ってますありがとうございます。そう、そう、誘惑をたくさん用意してお待ちしてますね、あの、ただ営業時間って何時からなんですか。ちょっと営業時間が一応、はいはい、15時からとは書いてあるんですけど、はい、15時ごろらへんって感じですあの私の要領次第で15時15分だった、はい、たりもするしっていう感じの、うん、なるほど。とお聞きしたのはですね、あの、はい、Google マップで見たときにですね、営業時間が15時5分になってたんですよそう、私あれなんか誰かが操作できるんですかね、私が直そうとして、ええ、直せなくて、はい、ひっちゃかめっちゃかになったって感じですあれ、じゃあ営業にも変えたいんですけど、はい、変えられずそのまんまって感じです。 あれはご本人が変えられるものではないんですか。多分変えられると思うんですけど、はい、私機械とかそういうのもうインスタがやっとって感じなので。あ、そうなんですね。なんかいろいろ使いこなされてるイメージがあったんですけど。いえいえ、もうインスタで、あのお客さんに今日こういう商品が並ぶからこれを頼りにしてくださいっていう感じでやっと、なるほど、なんか告知ができてる感じですあの使いこなせてません。高本さんが運営会社にメールすればっていうご意見をいただいております。 あれですね、あの一応その、まあ、まあ Google のアカウントを持ってる方が投稿するんですよ。そうすると Google 社が、はい、審査して変更するという流れです。ああ、じゃあなんか申請してから時間がかかるんですかね。うん、審査ですね。ああ、審査があって、そこなのですぐには変わらないです。ああ、なるほど。これが確かな、またやってみようかな。これが確かな情報かなって確認して反映されるっていう、なるほど、流れなんです。おお、素晴らしい、ありがとうございます。イミグレさんがですね、沖縄に行った際にいつもお店に行こうと目論んでいますが、お邪魔できたのは1回だけ、パン美味しかったですといただいております。イミグレさんね、すぐ分かったんです、はい、すぐ分かったんですか。もうオーラが、はい、イミグレです、うん、あ、もう、もう名乗る前から、そう、なんかお互い、うん、ラジオ聞いてる方って目で会話できるんじゃないかっていうぐらいすごいですね。耳で聞いてるのに、はい、目で会話、リアルだった時は目で会話をしてしまうんですね。そう、なんか、あ、聞いてる人ですよねオタクもですかっていうのをなんかそれ分からなくはないですね、うん、すごいですよね。なんかそういう感じありますよね。あります、あります。あ、もしかしてっていうので、イミグレさんですかね、多分私から話したような気がしますなるほど、なるほど、そうだったんですね。そうですね、でもそれで私、ま、何回か間違えてるんですよ、お客さんのこと。おなので、はい、もう自分初から言わないことにしました。ああ、そうあ、そうか、違うラジオネームを言って、あ、違いますとか言われるとちょっとね、そう、なんか本当にラジオ聞いてね、何の変わりもないお客さんに何々聞いてる方ですかって聞いて、
どういうことですかって言われたことがあるんです。変態ですよね。恐ろしい。あ、このね、あの、あ、分かち合えなかったこの悲しみですよね。そう、お客さんも何この店って初めて来たんですけどみたいな。もういきなりね、なんかお店に対してもえっていう感じな、あの、空気流れるとまずいですよね。そう、なので最近はもう自分発信は言わず相手から来てくれるのを待つ。まずね、あの、夢屋さんのお店に行かれた際は、あ、ぜひ、はい、あの、ラジオリスナーと名乗ってくださいということで。そう、そうですね、それだとありがたく心が開けます。あの、そしてお客様の大半はお子さんというかね、学校帰りの子どもたちなんですよね。そうですね、あの、はい、学校放課後終わって、はい、塾行く間に自分のお小遣いでちょっとお腹を満たしたいとか甘いもの食べたいっていうような感じのお店を作りたいなと思って。はい、なるほど。で、はい、そう、ちょっとあの価格とね、あの、まあ、ラジオだからちょっと実際のものを見ていただくことはできないんですけれども、ちょっとそのメニューと価格を少し教えていただけるとありがたいんですけれども。そうですね、はい、うん、とメインで置いてるのがメロンパンで、はい、メロンパン、はい、メロンパンが写真が人気なんですよね、はい、やっぱりそうですよね。80円で、はい、80円、すごいですね。いや、100円持ってれば80円でメロンパン買って、はい、20円で駄菓子、うんうん、あ、そうですね、甘いの買うか酸っぱいの買うかとか、そういう選択ができるような感じで、麦茶は置いてるので、はい、飲んでもいいよっていうような感じで。あ、じゃ あ, あの子供たちはお店の中で食べるというスタイルで。お店の中で、コロナ前はそうだったんですけど、はい、もう飲食禁止にして、もう一応買って外で食べて、喉乾いたら入っておいでみたいな感じで。ああ、そうなんですね。でもね、やっぱり塾行く前にね、食べれるのは嬉しいですし、やっぱりパンを食べたらお茶も欲しくなりますよね、うん、はい、お父さんとお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんも大変だろうなと思って、うん、ね、この働いてる間に子供たちが塾知らない間に行ってたりするので、うん、その間にね、ちょっとお腹が満たせれば地域の人たちも安心できるかなっていう感じで。なるほど、そうですよね。で、うん、あの、沖縄大好きさんがインスタフォローしましたということで。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、そしてアンツバさんが80円、王子8000円で買ってって言ってますので。はい。はい、じゃあ、はい、なんか話したそうな王子に変わりますね。お久しぶりでございます。王子でございます。お久しぶりです。あ、8000円で買っていただけるということは、明日100個そう送りますので、あの、もしかしたら着払いでよろしいでしょうか。いや、送らなくていいですよ。もう気持ちで8000円。いいです、いいです、ね、それもしかしたら金粉入りとかそんな感じ。おだまり。ええ金粉が入ってるとかそんな感じ。おだまり。愛情は入れときますね、多めに。あら、愛情は本当に大切でございますよ。あのね、本当にね、最後ね、あの、王子のね、こう時間、持ち時間がもうマイナスになっててね、喋る時間が本当にないんですけども、あの、一つだけで、ね、ちょっとお聞きしたいのは、はいはい、あの、飲むゼリーは今でもありますか？はい、あ、ありますよ、うんね。あのゼリーはやっぱりね、こうチュルチュルってこう柔らかめな感じ、固めな感じ。スーパーハードです。あら、それはちょっといいじゃございませんか。そう、あの、柔らかいと子供たち傾けちゃうんですよ、うん、はい、なのでちょっと固めにしてストローを刺してるんですけど、うん、飲むって書いてるけど飲めないんです。あ、硬いから。あ、そうなの。でもね、王子そういうちょっと頑張れ頑張れって言いながら、うん、好きだな、王子ほぐして滑ってます、飲んでもらってる感じです、うん、まあ、王子もですね、あの、ネオン街に向かう途中にですね、あの、メロンパンかじってね、うん、あの、飲むゼリーをちょっと外でね、はい、あの、チューチューやりながら、あの、メロンパン食べるみたいな、そういう感じでね、あの、いつかお邪魔したいなと思うんですけども、 そんな感じで立ってると、あの、セクハラです。え、セクハラ？そういう、どうしよう。でも、あの、私もまだ小学生 ではございませんので、うん、ちょっと、はい、あの、違うところ の学校へ行きたいなと思いますんで、こうちょっときらびやかなね、どうぞどうぞ、うん、その前にちょこっとね、あの、やりたいなっていう。それ
セクハラです。それ全然セクハラでも何でもないじゃない一応あの王子のそういう行動でございますよ。いやもう高本さんからイエローカード出ました。なんで、うん、まあ、ちょっとそこであの、ね、本当だイエローカードだ。ね、あの王子が立ってるとまたお客さんがね、あのなんか客寄せパンダで来るかもしれませんので、はい、うん、どうそんな感じで何どんな感じですよいいですよいいですよあだからね、あまりにも時間がなさすぎて、うん、あのもっといろいろ喋りたいなと思うんですけども、もう時間が押して押してしょうがないもんですから、はい、あんまり考えてないんだよね、うん、あのその時にちょっとねあのゼリーはどうなのかな、柔らかいのかな、硬いのかなっていうのがね知りたいなと思いました。お引き取りください。あもう終わり、お引き取りください。はい、ということでですねすいません、いやいや、こちらこそ長めに話してしまって申し訳ございません。最後にお店の紹介をよろしくお願いします。そうですね、最後にですね、あのお店の確か電話はなかったかと思いますので、もう一度ですね、場所とですね、はい、あの場所などを教え、 あと営業時間も簡単に教えていただければと思います。はい、では那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋です。でオープン時間がですね3時らへん、15時らへんから7時半ごろまでやってます。ちょっと短い間なんですけれども、もしタイミングが合う方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。連絡はインスタでその日の商品をストーリーに載せてたり、営業時間などをアップしてますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ぜひですね、あのインスタグラムの方でおやつと軽食の店夢屋で検索していただければ、あの出てきますので、ぜひご覧いただければと思います、はい、そしてラジオリスナーの方は、うん、あの自ら名乗ってくださいということで、はい、そうですね、はいはい、私が変態になっちゃう変態、そこに反応しなくていいから、うん、そうしたらですね、もう一言ちょっと言わさせてもらいますよはい、なになになに、え、下げろ、飲むゼリーチュルチュル、いいリバーブだね、なにこれもうみんな頭に入ったでしょあの夢屋さんに入ってしまった、ね、あのノウゼリーチュルチュルがございますのでね、え、皆さんご購入していただきたいなと思います。はい、レッドカードですね、もう退場です、はい、もうあもうちょっとマイク切りました、はい、はい、切りました、はい、どうもありがとうございました。いえ、こちらこそ楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、失礼します、失礼します。はい、ペーターさんからもなんかもうレッドカード出てますし、アンツバさんなんかレッドカード3枚出してますし、沖縄大好きさんも王子それはレッドカードもんということで、はい、あ、で、あのツイキャスでですね、あのおやつと軽食の店夢屋さんから、楽しくて喋りすぎちゃいました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、楽しい時間でしたということで、本当に楽しい時間でしたけど、お店の紹介あんまりできてなかったようで、ちょっと大丈夫かな。いや、でもみそちゃんがちゃんとね、うん、そこら辺仕切っていただいて、まあ、ね、そこで王子が喋ってたらね、全然違うこと喋ってるからね、チュル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 ゼリーの話ばっかりしてるけど、ね、でもね、あの、はい、そういうのってこう耳に残るでしょ、残るけどね、それ大事ですよ、一押しはメロンパンじゃなかったっけ、いやいや、メロンパンもそうなんですけどちょっとそこが気になってね、うん、お話しましたけどね、はい、はい、ということでメールに戻ります、はい、銭形警部さんからです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、視力ですが25歳の頃に右目を失明して、うん、手術で治してからは両目の視力は低下し眼鏡になりましたが、近視だけならまだしも両目には乱視が入って、最近では昨年身内の方から私の目の状態を心配していたから12月に眼科に行ってみてもらったところ、年齢特有の緑内障が現れていると診断されました。で、目が悪くならないように以前より目薬をさすことが多くなりました。お三方さんは大丈夫ですかということです。うん、うん、あ、まあ、私はもともと近眼すごく強いんですよね、うん、0.02 とかね、それぐらいしかないんですね。で、うんうん、
ちょっとその関係もあってですね、まあ、去年なんですけども、ちょっと目にあのなんか何ですか、なんかゴミみたいなのが、あ、飛蚊症ですかね、ちょっと飛蚊症が強く出てきてまして、うんうんうん、でこれはもう治りませんねって言われたことありますけども、うん、まあ、ちょっとその最近近眼が強くなったなと、なぜかですね、老眼はまだほとんど出てないって言われたんですよ。出てるか出ないかわからないぐらいと、うん、まあどっかのねおじさんとは違いますけどね、うん、出ない、王子のこと、まあ王子はですね、まあ見えないね本当に。でこの老眼、まあ、近眼もありますけども、うん、老眼がねあってね、うん、でもまあちゃんとこうね、ツイキャスのコメントもね、かろうじてちゃんと読めてますので、それね字大きくしてるんですよ、ありがとうございます。そうそう、あの私のやつよりモニターの字大きいんですよ、うん、そう、酔いそうなぐらい大きいんですね、酔う酔うはやめてよ、あ、カープボーイさんがね、緑内障は自覚症状がないって言うからね、そうなんですよね、確かに、検査こまめにしないと危ないかもね。ちなみに魂さんが骨格調整で緑内障は治せるって言ってたよって言ってますけれども、実は私もちょっとね緑内障がありましてですね、目薬さしてますね、まだまあ初期の段階なんですけれども、って言ってましたら FMJG の新一さんが、緑内障で毎日3種類目薬さしてます、骨格調整で治るんですか、今度直木屋経由で直木屋すごいネットワークですね、うんうんうん、魂さんに聞いてみようなんですけど、うん、直木屋経由って書いてありますから、ね、うんうんうん、直木屋さん、まあ、直木屋さんを通じてって意味なんですね、あの直木屋さんちゃんと、ね、うん、伝えていただけるかちょっと不安なんですけども、まあ大丈夫だとは思いますけれど、はい、はい、メール続きいきますね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです、はい、ありがとうございます。視力は学生の頃から悪く、メガネコンタクトのお世話になっています。ここ数年老眼も出てきているんですが、今年に入り老眼が進んでいる気がします。薬の説明書きなど小さすぎて見えません。老眼鏡なんてって思っていましたが、最近は素直にお世話になってます、うん、あと悪あがきと思いつつサプリを飲んでみたりしています。皆さんは目に良いこと何かしてますか、ということです。目に良いことは悪いことしかしてないですね、本当にダメですね、そうですね、スマホは、ね、ずっと見てるわ、うん、パソコンもずっと見てるわで、うん、悪いことばかりですね、スマホは、ね、見ますね今ね皆さんね、うん、そうですね、うん、はい、もうちょっと目を休めなきゃと思うんですけど、はい、ツイキャスからのラントさん、はい、ご参照しております、あ、ありがとうございます。あ、でも、はい、あ、ランドさん、ミソさん、ダンサーズさん、こんばんはって言ってて、王子の存在無視。なんで？わかんない。なんで？王子いるよ。映、まあ、す価値ないかもしれない。まあ、価値がないところね。はい、はい、ということで、はい、もう CM かな？いや、大丈夫、名古屋営業。名古屋営業コーナー行きますか？はい、はい、じゃあ行きましょう。はい。名古屋は栄養コーナーですけれど、はいはい、はい、今日は名古屋動画についてと書いてありますけれどもね、どういうことでしょうか。動画じゃないですね、視力ですね、視力、あら、そうなんですか、失礼しました、はい、QC とそのまま読みましたけれど、はい、あ、違うんですね、はい、はい、視力について、視力について、はい、視力はだから先ほど申し上げたようにですね、はい、年々こうね、うん、老眼が出てきちゃってですね、うん、だけどですね、ちゃんとこうね、老眼でもですね、まあ、眼鏡を外してですね、うん、あのスマホをね、いいところはがっちり見たいっていうね、うん、うん、まあ、ちょっとそういうことではなくてですね、うん、あ、違うの、私あの思ったのがですね、うん、まあ、名古屋からですね、まあ、見る風景の中で、うん、はい、伊吹山っていう山とか、はいはい、御嶽山とかってあるんですけども、うんうん、こういう遠くのものを見てればどうなんですかね、よく遠くのものを見てると視力良くなると、あ、そうですね、空を、ね、ね、見るっていうような、ね、方もいらっしゃいますんで、まあ、遠くの方見るってことですね。どうなんでしょう、沖縄の場合でしたら海を見たらっていうことなんですかね、と海を見てその遠くにあるもの、うん
を見たら、うん、どうなんですかね、白くって多少良くなるんでしょうかね。どうなんでしょうね。だからあの船乗りさんとかは、うん、目いい方多いのかな。そうするとでもやっぱりあれですよね、うん、なんかこう緑を見るといいってよく言いますよね、はい、うんうんうん、ね、そう思いますよね。でその緑が関係あるのか、カーボーイさん、はい、なんかヤンバルに引っ越したら視力が良くなったっていう話もよくあるみたいよっていう。あ、でも分かる気がします、ね、あの確かに緑は多いですから。緑も多いですし、あとやっぱりこう遠くにこう広がるっていうんですかね、広がる景色がやっぱりヤンバルはすごい素敵ですから、まあ、海もそうですし森も、うん、こう奥行きがある世界っていうんですかね、はい、やはりそういうところを見てるとやっぱり目は、ね、こう自然にこう遠くの方にピント合わせるようになるので、うん、よくなるのかなっていう感じはしますよね、うんうん、確かにそうですよね。王子は何か視力にいいことって何かやってます？いや視力にいいこと、うん、あまりないよね、うん、あの目痒くなったら目薬さすぐらいかな、うんうん、また別に何もしてないよね。あの、アントマさんが王子は若い女の子いたらめっちゃ遠くても見えるでしょう。見える見えるめっちゃ見えるよ、うん、そこはちゃんと見ようとするんだ、うん、老眼なのに、うん、老眼なんだけどそういうとこすごい見えるよね、うん、なるほどね、うん、でスプリームさんがね、雪山の白い世界で生活して可愛い女子や下界で桜を見るとこの世界は白だけじゃないんだなと。まあね、そうだよね、うん、でもね、下界によるというのは、きらびやかな世界もございますんで、もうそういうところはね、もう視力も良くなっちゃいますよね。老眼どこの騒ぎじゃございませんもん。そうですか。はい。なんか目にし、あれいろんな意味で刺激が強すぎて、あのね、今ダンサーですね、はい、その刺激によって、またお目目パチパチしちゃうっていうね、パチパチ、うん、よく見えちゃうじゃないけどね、はい、そういうことがございますんでね、あれも不思議なもんだね。うん、普段そんなね、違うね、きらびやかの場合はね、なんか嫌だな、見づらいなと思うんですけども、うん、ちょっとまたね、風景が変わるとですね、まあ、王子の場合はよく見えるっていう、まあ、はい、ということで、はい、名古屋はやっぱりね、遠くの山を見て、はい、ね、名古屋はこう伊吹山も御嶽山も天気がいい日が見えますので、遠くの山を見てくださいね。はい、はいはい、ということで、名古屋は栄養コーナーでした。はい、沖縄 T シャツパパヤさん、はい、どうもメガネが本体です。あ、メガネさんメガネが本体になってますけど、ね、ちょっとおーって思いましたね。はい、ということでメールいきますね。はい、はい、ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ダンサンさん、みそにさん、他一名こんばんは。他一名言うなして視力ですけど、俺は JA に入所するまでは視力が 2.0 ありました。でも JA ではパソコンを使う仕事が多く、俺がやっていた仕事は丸一日パソコンと向き合うような仕事でしたから、パソコンを離れる時というのが農家さんにいろいろ説明する時の対応だけでした。で、パソコン使ってたからでしょうか、今は正直言うとカレンダーの字がほとんど見えません。視力は 0. いくつです。店舗全体を見るとみんなこうなるのかな。数字ばかりの部署だったので俺にしかできない事務、経理、購買店舗にある商品管理、購買担当として経済部門の収支に携わる全ての書類を確認して検討するべきことを改善すること、俺の役割でした。何でもかんでも自分一人でやっていた結果目悪くなってしまったのかな。パソコンのやりすぎには気をつけた方がいいですよということです。まあ、お仕事でね、でもやられるとね、やられる方はね、どうしてもね、しょうがないですけどね、それがね、毎日のことだったりとかしますので、ね、まあ、仕事がうんぬんというよりは、やっぱりずっとパソコンを見てるって、数字を追いかけてたからってことですよね、うんうん、まあ、目も疲れると思いますので、うん、
そうか、もう、はい、もうちょっとね、こう、いろいろ回れる仕事があったよかったのかな。そうです、はい、はい、ありがとうございます。続きお願いします。はい、続いてはですね、ぎゅうなごやの皆さん、こんばんは。ぎゅうの9人のバーバーです。ありがとうございます。老眼が進んでしまって、事務所、バッグの中、寝室、キッチン、各部屋に老眼鏡を置いていました。2年前に白内障の手術をして、今は近くも遠くも眼鏡なしで見えるので快適に過ごしています、ということでございます。あ、やっぱり白内障の手術するとやっぱりいろんな意味で良くなるんですね。うん、まあ、それは快適に、ね、過ごされるのが一番でございます。 でも高坊さんが10秒ずつ近くを見たり遠くを見たりを繰り返すとフォーカスのトレーニングになるそうですよ。やっぱりそれがいいのかな。そういうトレーニングが必要かもしれませんね、はい、目もね、うん、はい、続いてですね、はい、王子ダンサーさん、ひとみこみさん、こんばんあわー、ラジオネーム高坊です。ありがとうございます。ありがとうございます。50代になってなのか、眼球から約10センチ以内がぼやけます、うん、しかし遠いところはよく見えます。なので審判活動にはとても助かっています。このまま行ってほしいのですが、フォーカスを鍛えないといけませんね、うん、ピントを合わせるってことですね、ということでございます、うん、最後のこの目っていうのは何なんでしょうね。目いけませんね、フォーカスを鍛えないといけませんね、目っていうのがねございますけどもね、はい、はい、そうですね、はい、続いてですね、はい、王子みそさん、ダンサーさん、こんばんは。アンウィングです。わかりましたよ、アンツバさん。そう、最近ね、アンウィングさんになってます ね、はい、白く、なら自分って白く悪いんじゃないですか。あ、悪いの、中学生の頃からメガネをかけてますが、顔のでかい自分の顔に合うメガネのフレームがなかなか、見つからないので、フレーム探しに苦労しますね。なので20代の時にコンタクトレンズにしたのですが、初めてコンタクトにした時、フレームの中から見えた世界から解き放され、世界の中ってこんなに広いのって思いましたね、ということでございます。やっぱり感覚違う、うん、違いますね、違いますもんね、うん、はい、ね、あのやっぱりメガネの中とね、やっぱりコンタクトが違います、うん、ね、違いますね、はい、パパヤさんが家の中でメガネを見失った時に、メガネを探すためのメガネを、あ、メガネを見失った時に探すメガネを定位置に置いてるのね。ああ、それまあありますね、ヤッサみたいになっちゃう。そうです、ヤッサみたいな、はい、あ、でもアンツバさんが、最近メガネがないと探してて見つからず、どこ行ったんだと思ったらメガネ普通にかけてたんで、まあそういう時はあるよ、そんなオチが。あのよくね、メガネ、おでことかさ、頭にね、のっけといて、うん、ね、あ、メガネないけどどこ行ったのかなと思って、うん、メガネあるじゃんってよく言われるっていう ね、そういうパターンよくありますよ、うん、はい、ね、ということで、うん、メールありますか、まだもう1つ、うん、あ、もうじゃあ来週で、うん、来週か、はい、わかりました。過激なメールは来週に回します。え、過激なのね、もうびっくり、はい、びっくりですよ、まあ、またあの王子のことをね、聞かせてほしいなっていうようなメールでございました、ね、はい、うん、はい、ではもうエンディングでいいですか、はい、うん、はい、なんかちょっと最後のそれ気になる終わり方しよう、話がだって長くなるもん。はい、エンディングでございます、はい、じゃあエンディングです。来週のテーマは声、今ちょっと声が裏返っちゃった、今さ、今ちょっと今テーマ言えた、もう一回、もう一回、声、来週のテーマは声です。声が大きくてうるさいと言われるひそひそ声って何など、声のエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです、グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、
お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田おやつと軽食の店夢屋。不相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、太鼓式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ね、今日もあれだったね、ゲストの方がね、はい、来ると王子ね嬉しくなっちゃうんですけども、はい、なんせ時間がないよね、王子の時間が。今日はねあれなんですよ、なぜかダンサーズがずっとラジオの話してましたよね、夢屋さんと、はい、しました、これだって喋りたかったんだね、喋りたいのがあったんじゃないの夢屋さんと。いやー、まあ、やはり久しぶりに喋りましたからね、ラジオトークを、はい、あー、そういうことですね、ということでね、はい、今週も聞いてくださいましてありがとうございました。はい、来週も聞いてください。はい、さあ行きますよ。はい、閉店、ガラングラン。お、今日は決まった。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ね、うん、ちょっと今日久しぶりにエンディング長めになって、うん、そう、ちょっとねエンディングが気になるっていうね、ちょっとお問い合わせをいただいて、はい、実はね、エンディング、うん、どんな曲っていうダンサーズ、これですね、はい、チーズさんという、うん、方の曲になりますね。はい、素敵な楽曲でございます。うん、iTunes でもあるんじゃないですかね。ね、うん、はい、ちなみに地図さんで検索していただくと、うん、CHIZ ですね。あ、そうですね。うん、はい、CHIZ で地図さんですね。はい、はい、はい、ということで、はい、今週も聞きくださいましてありがとうございました。はい、来週も聞いてね。はい、王子の